今用の石踏み、栄冠堂内、京都市東山区今用は、日本の科局の一形式。今用とは、現代風、現代的という意味であり、当時の現代流行歌という意味の名前であった。平安時代中期に発生、鎌倉時代に流行した。平安時代末期には、後白河法王が愛好し、熱中しすぎて喉を痛めたことが、司書の記録に残されている。また、 王王が編纂した、両人秘書の一部が現代に伝わっている。ごしらかは上皇自ら民間の流行歌謡である、今用を学んで、両人秘書を案なことは、この時代の貴族と庶民の文化との深い関わりをよく、示している。今用は当時流行した歌謡であり、この他に、古代の歌謡から発達した祭原や、和漢の名句を銀じる漏洩も流行した。伝学や、猿楽などの芸能も、 庶民のみならず貴族の間にも大いに流行し、祇園祭りなどの御礼や大寺院の方へなどで演じられた。江戸時代にも、元織のリナが、熊沢万山、清水浜尾みらの主に国学者による作品があり、その後も、黒川真より、小杉温村らに作が見える。さらに、明治時代初期の新大使の詩人によって継承された。歌詞が、七、五、七、五、七、五。 7、5で1コーラスを構成するのが特徴で、様々な歌詞が生み出された。曲の方も、口述の絵天学今用の他に各種作られ、調整伝のようなメリスマ型の曲や、山田工作が独創チェロへ、高キロマン派風の短調のピアノ伴奏をつけたの、クロージングに使われた暗い曲調のものもあった。近代以降の歌曲にも、1月1日、我は、海の子。 工場の月投稿の形式の曲が多い。ホタルの光、リッパブリック参加等、外国曲に今用形式の歌詞を当てはめたものもある。同様、唱歌には3、4今用、歌謡曲には5、4今用の形式も多い。中でも有名なのは、絵天学のメロディーに歌詞をつけた絵天学今用である。画楽の楽器を伴奏に使う場合のみ、画楽の歌い物に該当する。 特に有名なのは、春の弥生ので始まる自陳和尚の歌詞。この曲に舞をつけたものは、今よう舞と呼ばれ、白表紙装族で舞う。この他にも様々な歌詞がつけられた。これが九州に伝わったものが、筑前今ようとなり、後に、黒田節と呼ばれるようになった。近代に作られた神楽であると夜坂の舞も、現代版、絵天学今よう、今よう舞と言ってよい。ありがとうございます。